2011年8月29日、突如としてこのような書き込みがなされた。過去にコピペかまとめで見たの真似して、旦那の車にキッズ携帯仕込んでチャリンコで追跡して、ホテルに泊まってた旦那車に合鍵で乗り込んで後部座席に座りながら二人が帰ってくるのを待ってた。離婚も慰謝料請求もするつもりだったし、気持ちは冷め切っていてむしろ追跡してる時は妙に興奮状態で胸がバクバクワクワクしてた。車で二人を待ってる時は DS しながらも今現在進行形で起きてる出来事に、そして今から旦那&浮気相手に何をしてやろうか。とにかく顔がにやけるほど楽しかった。そして現場を抑えて二人を車でお出迎えして、最初の一声は込み上げた笑い声だった。それぐらい楽しくて気持ちも冷めていてハイテンションだったのに、離婚しないと旦那が泣き出して、私への執着を見せた途端に涙が出て膝から崩れ落ちてしまった。それまでは心配して会いに来てくれた友人も呆れるぐらいケロッとしてたのに、本当になぜああなったのか自分でもわからない。その後は数日毎日泣いて過ごして心配する旦那を罵倒して悲劇のヒロインのように過ごしていた。今は少し落ち着いたけど、あの時の元気やワクワクはどこから来たんだろう。そしてハイな自分が崩壊した今、もう二度とあんな風に気分が高騰することはないと思ってしまう。自分が足りな上に、多分でごめん。吐き出せて少しすっきり。すごくわかる。私は山かけて居酒屋の外で張っててと捕まえて路上で乱闘だったけど、あれもラリの一種だと思う。変な物質でまくりだったんじゃないかな。表記ができないよね。レスありがとう。アドレナリンとは違うけどそれに近い感じでした。自分を守るため、奮い立たせるために興奮状態になり悲しみとか一旦なくなって後から倍で来る。それってそういうホテル？だよね。その後のプリがどんな顔してたのか、どこまで乗せていったのかが気になる。バカ女と二人行いして車乗ったら大事な人が来られてて、本当になんでこんなことが起きるんだろう。呼んでて苦しくなった。幸せになりたいね。私も頑張る。もちろん男女で行くホテルです。車で待ってる間、旦那からはメールがちょくちょく来ていて、今職場の人とボーリング来た、とか書いてて。私も普通に、職場の人さんによろしく言っててー、ブイ、とか返していた。二人が車に向かって歩いてきてる時に、さっと運転席の後ろに隠れてレコーダーセットして待つ。入ってきて席について二人がシートベルトした時に、ぶっけらーはははみたいに笑ってしまい、二人が驚愕の顔でこちらを振り返って一時停止。旦那の頭は死して、ボーリング楽しかった？職場の人はどこかなー、と質問しても無言で。そうなんだよね。舌が泣いてすがるのは老後と世間体のため。こっちも本気で悩まないで、適当に収入源として扱うのが楽。読んでてドキドキするのと同時に、明日は我が身。と冷や汗が出る。ってことで支援。バカ舌とプリ女の驚愕した顔をリアルタイムで私も見たかったわ。教訓として、自分も旦那の車に固定の隠しカメラとか仕込んでおきたくなったわ。続き気になる。私も何度かで待ちしたことあるけど、よし、次回は車乗り込むぞ。って時にいろいろ情報を記したメモをリビングに置き忘れて旦那にそれを見られてしまい、消化不良のまま終わってしまった。激しく後悔。女の方にはライターとアルミ缶でできたペットボトルちらつかせて。これ何かわかる？私は別に今ここで3人で丸焼きになるのも悪くないと思うんだ、とドキュン対応してた。やめろ、とか、話を聞いてくれ、とかお決まりのセリフを口の中でひたすらつぶやいてたから。とりあえず身分証明書出させて携帯を女から借りて相手親に連絡してホテルに呼び出した。そこから女は泣いてたけど相手親が来るまで、証言確保のため質問攻めしていた。今思い出しても笑えてドキドキするけど、その後は落ちる。なんだろな自分でもわからない。思い出したくないだろうけどもう少し詳しく。よく相手の女が言うこと聞いてくれましたね。逆ギレとかなかったんですか？ドキュン対応パネー。奥様すごすぎですわ。でも、旦那の浮気が発覚した直後から、女の脳内には変な物質が絶対分泌されてると思う。自分もそうだったから。通常の状態では絶対にできないと思うこととか、普通にできちゃうようになるもん。周りから見たら決まる外みたいに映るかもしれないけど、旦那を真剣に愛してたその分だけ愛は憎しみに変わる。昔の人は、女は行が深いとはよく言ったもんだと思う。多分、うちの旦那には私の生き量が取り付いてると思う。やまあ。って感じだけどね。自業自得だ。ごめん、詳しくしたらすごい長くなる。女の逆ギレはなく、ひたすらガクブルしてた。
声を出さずに泣いてるだけで返事もないから後ろから助手席蹴りまくって、それでも質問に答えない。そんなに泣くってことは本気だったの？と優しく聞くと、泣きながらうなずいたから、後ろから旦那に向かってげんこつ入れて、だったらお前が答えるまでこいつを殴り続ける、と言って三発目ぐらいで、もうやめて、と言ったので、だったらシャキシャキ答えろゴラー、した。それから、女のフルネームさんは、私の旦那の王と浮気したんですよね？とかとにかく証拠になりそうな言葉聞き出して、黙ったら答えるまで旦那にげんこつ。話していて一番ムカついたのが相手の女の。私は母親に捨てられたから子供にとっての養親の必要さがわかってる。だから私は、一致と旦那子供のためにも、旦那さんに奥さんと別れてくれとかは言ってない。という発言。はぁ？って感じであまりにもムカついて、女を殴りたい衝動に駆られたけど、さすがにまずいかな。と思い、旦那を思いっきり DS で殴った。お前らが関係持った時点で、うちの家族は終わりなんだよボケー。そんなに旦那が欲しけりゃくれてやるから人として、一社会人として私や子供に謝罪と満足いく額の慰謝料払えやボケー。と怒鳴ったら、また泣いた。で、その時に向こうの親から連絡来て道に迷ったと、で、しかも現場で話し合いもなんだからファミレスとかで待ち合わせしてほしい、と言われた。なので、いえ、お父様にも見ていただきたいんですよ。娘さんが妻子ある既婚者とどんな場所でそのような行いを行ったか。と言ったら、今から行きます、すいません、と言われた。で、お父さんが来て私だけ車を降りて行って声をかけたら、お父さん駐車場で土下座。で、車の後部座席に乗ってもらい。まあここにずっといるわけにもいかないですし、せっかくなんで4人でドライブでもしますか？娘さんとうちのクソ旦那のおかげでこうやって私とお父さんは知り合いにもなれたんだし、と笑顔で言ったら、お父さんがまた泣きながら謝ってきて、娘に、お前なんつうことを、と言っていた。で、お父さんから改めて丁重な謝罪。お父さん、顔を上げてください。娘さんは昔お母さんから捨てられてお父さん一人に育てられ不憫な思いもしたようで、うちの旦那に妻子あるのを知っていたから離婚しなくてもいい、今の関係でいいと言っていたそうなんです。ねえ本当、優しい娘さんですよ。私や子供のために関係を切ることもせず、既婚者でもいいと了承して関係を持続していたんですから。と語りかけたら父親立ち上がって、と言っても車の中なので中腰みたいな、助手席の娘の髪を引っ張りながら。お前謝ったんか、謝ったんか、奥さんにきちんと謝ったんか。と怒っていた。ちなみに、ここまでうちの旦那空気。ハンドルに顔突っ伏していたから寝てるのかと思いげんこつして。こんな時に何寝てるんだゴラー、したら、寝てない？とだけつぶやいていた。とにかく現実見ない旦那にムカついて、せっかくだから旦那の養親も呼ぼうか、と提案したら、浮気女父は。本当にすいませんでした。私の育て方が悪かったせいで娘があなたたちの家庭を潰すような結果になり、謝った済む問題ではないのは、客も承知です。ただいまあなたに対して謝ることしかできません。と。ここまで親父が言ってるのに当事者二人は下向いてしょぼーん。なので、お父さんがねこんなに謝ってくれても当事者の二人はこれでしょ？本当ね、我が旦那ながら恥ずかしいです、私。とりあえずグダグダしてても終わらないので後日また連絡します。と言った。そして浮気女に、もう私離婚するし、こそこそしなくていいよ、と言ったら、もう二度と会いません。と言われて、また親父が後ろから、そうじゃねえだろう、お前はなんでそうなんだー、と泣きながら娘の頭振り回していた。ドラマ見てるみたいや。支援。これ読んでたら自分も旦那の霊と現場乗り込みたくなった。支援。それにしても腹立つわ、旦那は本気だったのかな。旦那はいくつくらいなの？ブリ女と再機会の？どういう経路で不倫してたのかわかった。正直親父が熱すぎてこの時、今日とかなくなってテンション下がりつつあった。家まで送りましょうか？家知ってますし、と言ったら、いえ、私自転車で来たんで。と。お前も自転車で来たんかい？とか思いながら二人を下ろして、親父は娘に力技で土下座させてて娘の横で土下座。見送られて車で帰宅した。ちなみに私自転車は後日回収しに行ったらなくなって、多分盗まれて、いた。車で旦那に、もう離婚だよ。と言うと分かってるとあっさり認めたので。これでとりあえず一件落着と思った途端にどっと疲れが出て家に着くまで爆睡。家に着いてからも子供を迎えに行くことができず、親に任せたまま爆睡してしまった。
翌朝起床して、すごく晴れやかな気分だった。最後になるし、とか思い旦那の分まで朝食を作り旦那を起こして二人で朝食。旦那はかなり戸惑っていたが私のように普段通りに振る舞っていた。で、私が離婚の話をした途端に泣きながら謝罪。絶対別れない。と。昨日の旦那を見ていてまさかごねるとは思わなかったのでびっくりしながらもブチ切れて罵ったが、罵り最中に膝から絶望が這い上がってきて泣き崩れてしまった。そしてなんやかんやして今に至る。浮気女とその親父とはあってお金と念書で終わった。でも正直その時はもうお金と帰らんってなっていたが、2ちゃんで必ず金もらえ、とレスがあったので決着つけに行った。旦那とも調停したり弁護士雇えば決着つくんだろうけど、電話をかける気力も切ってお買いに行く気力もない。長い上、すっきりしない結果でごめんなさい。でもこれだけの長文書けるなら調停の準備もできるよ、とちょっと元気になった。流れめちゃくちゃにしてすいません。ロムに戻ります。ちなみに旦那が20代後半、私が旦那の一つ年上、浮気相手、20代前半。親父はわからないけどアニマル浜口に似ていたので多分60前後かな？本当に辛かったね。もう、旦那のことボコボコにしてやりなよ。罵ってフルボッコにして、泣きながら浮気されて悲しいって、気持ちぶちまけてやりな。そのくらいする権利はあなたにはあるし、旦那だって義合義得なんだから。物事は解決しないけど、気持ちはちょっとスッとするかもよ。私もそうだったから。あと、男って女に怒りをぶつけられるより悲しいって気持ちをぶつけられた方がこらえるんだって。それと、別れるなら早い方がいいよ。長い間、別れるかどうか考えて悩んだ末に結論出すと、男はまだそんなこと考えてたの？ってなるから。浮気するイコール種をばらまきたい本能らしいから、男って。だから自分で浮気したくせに、少し時間を置くとケロッとしてる人もいる。今はどっと疲れが出て、気が抜けたみたいになるけど、ちゃんとけじめをつけたいって気持ちがあるならつけた方がいい。応援してます。頑張ってね。長ゆえ、すっきりしない結果でごめんなさい。とんでもないです。からかったご意味ありがとう。読めて私までなぜかすっきりしてしまいました。そういうホテルですか？とぶしつけな質問をしてしまったのは私です。勝手ですけど、本当に読めていかった。私はあなたみたいに頭が回らなくて、度胸もなくて何もかもが中途半端、ひたすら悲劇のヒロインをやってしまったので、どこかで強烈なものがくすぶっていたようです。この数ヶ月、5年目にして強烈なフラワーを迎えていました。でもあなたは筋はきちんと通して、かつ威厳は最後まで保って、起こしてるとはいえ言葉と態度は選んでる。精神的に追い詰められているのに、最後まで冷静さを失っていない。純粋に尊敬します。プリチキは比較的まともに見えましたが、それもあなたの対応に筋が通っていたからこそだとも思うんです。ご理解ください、本当に。幸せになりましょうね、絶対に。すごい胸がスカッとする逸話をありがとう。ご本人は現在苦しんでるのにスカッとしてごめん。しかしそこまで追い込まれても旦那さんに一切助けてもらえなかったプリは目が覚めただろう。本当にいい君だ。以上で終了なのだ。最後までご視聴ありがとうなのだ。よろしければコメントを書いてほしいのだ。チャンネル登録、高評価もお願いなのだ。バイならなのだ。